はい、皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日はですね、2021年、2月にですね、タイの刑務所を出所された、松本さんという50歳代の男性の方に、来ていただきました。本日からですね、3回に分けて、皆さんに動画を、見ていただきたいと思います。まず第1回目はですね、大まかな、あらすじというんですかね、状況経過をお話しします。そして2回目はその経過の経緯を皆様に聞いていただき、3回目は、警察での取り調べ、あと刑務所での生活の状況、日本に帰国するまでの話を約3回に分けてお話をしたいと思います。今日ですね、私お会いしましてお話を伺ったんですけども、なかなか複雑でですね、とても話だけでは私ちょっと理解できなくて、自分でこう図をね書きながら、説明を聞いたぐらいです。で、一応その話をですね、今私簡単にこのいつも使っているホワイトボードにまとめてみました。で、これからちょっとその話をします。松本さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。私今簡単にね、先ほど約1時間ちょっとお話を伺ったのをここに書いてみたんですけど、はい、これから説明しますので、もし違っていることがあったら説明してください。わかりました、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずですね、結果的にこうですね、帰国は2021年2月10日に日本に帰国してきています。で、出所、刑務所を出所したのが2021年1月26日で、この間というのはですね、約2週間、今コロナという状況があったので、入国管理局で、隔離ですかね。そうですね、日本に出国するために隔離で2週間隔離され、はい、2月10日に日本に帰国しているということです。ちょうど帰国して、今2ヶ月ちょっとですかね、経っているというところになります。まず状況から説明します。ちょうど、ね、今から遡ること約、6年までまだいかないんですけど、6年近く前ですね、2015年の10月にこの事件は、起こりました。この2015年の10月のちょっと前、数ヶ月前にですね、実は松本さん、本名なんですけど、松本さんはですね、タイの飲食店で、経営でいいんですかね。そうですね、ね、共同経営で、はい、タイの飲食店を経営されてました、ね、女の子を、女性をたくさん使っているお店で、経営されてたんですね。で、そこで仕事も順調に行われていたんですけども、ある日ですね、この松本さんと同じ田舎、ね、同郷の後輩から電話がかかってくるわけですけども、その電話の内容がですね、日本に A さんという40歳代の男性がいます。この40歳代の男性は、日本にいるというか、 A さんという40歳代の男性がいます。この A さんは東京の暴力団、皆さんもご存知だと思いますけど、東京の大きな組織の暴力団です。そこの幹部のものがですね、タイの警察に、捕まったんですね。捕まった内容がですね、覚醒剤を 2.3 キロ、あと拳銃1丁を所持していたということで捕まってます。これ後で分かることなんですけども、タイの警察というよりはですね、日本でいうマトリのようなとこですよね。そうですね、はい、麻薬取締、のとそのようなマトリのような組織、いわゆるおとり捜査で、この40代の暴力団は捕まったということが後で分かるんですけども、捕まってます。そこにですね、この A さん、この A さんの直接なのか、この A さんの他を介しているのか、まだそこは分からないんですけども、 A さんの知人というものがいます。この知人の、知人ですよね、このものが松本さんの後輩にあたるんですけども、これ東京に、知人は東京にいるんですけども、連絡が来ました。松本さん、タイで、商売されてるんですよね、と、してるよと。ちょっと申し訳ないんだけども、私の知り合いの知り合いがタイで捕まってるらしいんですと。で、そこにその警察にお金を持って行ってくんないかなと。そうすればその知り合い、釈放されるみたいなんですっていう話をされたそうです。
まあ、その話を信用されたわけですよね。そうですね、はい、やっぱり当時は、当時というかやはりタイは何でもお金ですか。まあ、一応自分はそういうふうに認識してたもんで、はい、まあ、ちょっとしたことで捕まったぐらいなら、そうですね、まあ、お金を持っていけばこう釈放される、はい、そうです。で実際にその頼まれた時に覚醒剤 2.3 キロっていうのはしてたんですか。知らないです。そのことは分からない、はい、まあ、何かで捕まってると。そうです。これ何で捕まってるというふうには聞いてました。いや聞いてないです。聞いてない、はい、まあ、友達、まあ、知り合いの知り合いが捕まってるから行ってくんないかと、はい、でお金は行った時に、まあ払うからということで、まあ、そのぐらい信頼してる後輩なわけですよね。そうですね、はい、でいうこと でこの松本さんはですね、タイで仲良くしている方が、まあ、何人かいるんですけども、特にこの2人いたそうです。 B さん C さん。この B さんというのは50歳代の方です、まあ、同じ田舎の方ですから、この B さんとこの後輩も実はこうつながりがあるんですよね。そうですね、顔見知りっていうか、まあまあ、まあ知り合いなんですね、はい、この50歳代の方と B さんも知り合いだったと。それで松本さん、まあ、お金を、まあ、貸す形でいいんですかね。そうですね、はい、貸す形でお金を用意しましたね。このお金というのは、金額で100万バーツ、ね、100万バーツ、はい、タイのお金で100万タイバーツ、当時円にすると約300万円のお金を、まあ、準備したわけです。で準備して、松本さん、この B さんで、この C さんという方はですね、あの現地にいる日本人なんですけども、日本語は もちろんですけども日本人ですから、タイ語が非常に堪能な方で、通訳もされてたと。で松本さんはですね、まあ、タイにはよく行ってはいて、この商売するために行ってたんですけど、まだ1年未満だったんですね。ですからタイ語多少の単語は分かるんですけども、タイ人と普通に会話することはできなかった。できなかったわけですよね、はい、そこで、まあ、B さんを介してこの C さんも紹介され、松本さん B さん C さんで言われたその警察施設に向かうわけなんですね。その100万バーツを持って、300万円を持ってですね、そこで、行きました。でこの日はですね、まあ、2015年の10月にこの A さんは逮捕されています。同じ日に電話がかかってきて、あ、それなら逮捕されたなら、裁判したり、ね、あの交流ついたり、日本でいう交流で、はい、まあ、ちょっとタイは分からないんですけども、そうなる前に早く動いた方がいいなということで、その日に向かうわけなんです。でそこに向かってですね、まあ、言われた通り言われた場所に行くんですけども、まあ、あんまり話が通じてなかったわけですよね、はい、で何しに来たんだっていうようなことを言われて、いや、あの言われて来たんだけどもという話をしたら、お金を持ってきてるのかということで、あ、持ってきてますよと。で見してみろ。ですからこちらから積極的に出したわけではないそうなんです。ただもちろん釈放されるために持っていってるわけですから、準備はしていってます。で、持ってきてるのか、持ってきてます、で見せてみろってことで100万バーツを見せたそうです。そうしましたら、その場で松本さん B さん C さん3名ですね、なんと贈賄、ね、贈収賄ってよく聞くと思うんですが、その贈賄の方ですね、お金を出す方、これもらったら収賄です、出す方の贈賄の現行犯逮捕されてしまうんですね、この松本さん B さん C さん。まあ、松本さんにしたらびっくりしたと、ね、自分たちは何もしていない、頼まれたお金を持っていっただけ、ね、しかもそのお金はこちらでタイ側で準備したお金を持っていった。しかも当時はですね、この A さんというものが東京の暴力団であるということは全然知らなく聞かされてないんです。しかも覚醒剤とか拳銃で捕まったということも聞かされてません。これ知っていたら行かないですね。行かないですよね。暴力団と知っていても行かないし、いない、覚醒剤とか拳銃って知っていても行かない、ね、まあ、あの当時はですね、松本さんのやってる仕事、まあ、今はねちょっとコロナで落ち込んでるんですけども、当時ね、松本さんのやっていたお店、ね、っていうのはもう知ってること人はね、本当にすごい非常に有名でね、飛ぶ鳥を落とす勢いでこう急成長している、ね、業界で、そういういいお店だったということです、ね、ですからそんなわざわざ危ないことをやる必要もなかったわけですね。にもかかわらず
捕まってしまった、ね、でこの捕まったところですから、捕まった時もですね、松本さんはタイ語も読めません、正直ですよね。そうですね、はい、読めませんし、タイ人同士が喋ってるのを聞いても何言ってるか分かりません、ね、それで後でゆくゆく、結果的に刑務所入るんですけども、ゆくゆく裁判とか刑務所で分かったことは、その捕まったところはですね、ボーボー層、これタイ語だと思うんですけど、ボーボー層と言われているところです、はい、これね、知り合いのタイ人に話を聞くとですね、ボーボー層というのはタイ王国麻薬取締警察、もしくはですね、タイ王国麻薬制圧局といったように、まあ、日本語に訳すのはいいのかなと。これタイ人ですけども、日本語学校に行ってるものに話を聞くと、こういうふうに訳すのが普通ではないか。ただそのものも学生ですから、実際捕まったことがあるわけでもないので、詳しくは分からないんですけど、そうではないかな、まあ、いわゆる日本でいうマトリのような機関だと思います。しかも、警察と違って、まあ、日本もそうなんですけども、マトリは、おとり捜査が普通に認められているというとこですよね、はい、タイですね、はいはい、これが2015年10月の話です。でただですね、これ逮捕されてから2週間ぐらいですか、保釈されたのが、3週間ですね、3週間経ってですね、タイの弁護士等を、知人を介して弁護士等を入れてですね、保釈の申請をします。ただ話を聞いたところですね、当然ですけども、この贈賄については、松本さん、 B さん、 C さん3名とも否認です。当然認めてません、ね、本人その意識がないんですから認めようがないんですね。で特に認めたらもうアウトだということを本人も分かってたらしく、はい、まあ、当然やってないと、知らないと、ね、実際お金出してこっちが渡したわけ、渡してお願いしますって言ったわけじゃないでしょう。向こうがお金持ってきてるのか、いや持ってきてますよ、見せてみろって見せたっていうことなんです。でこれはゆくゆく裁判で明らかにならなかったんですけども、その状況は全てビデオに撮られたそうなんです。そうですね、5台ぐらいのビデオでですよね、はい、ビデオに撮られてたので、裁判中にビデオがあるはずですと、私たちが積極的にお金を出したわけじゃないでしょ、そのビデオを見てください、裁判長ビデオを見てください、ね、ビデオを確認してくださいっていう話をするんですけども、結果的にはビデオは確認されないね、そこも例えばビデオを確認しなかったのは事実なんですけども、警察側がこの麻薬取締警察がそんなビデオはないって言ったのかも分かりませんし、そのようなものは存在しないって言ったのかも分かんないんです。ただそのこちらが言った言い分は通らなかった、ビデオは見られなかったということです、まあ、そこでですね、保釈申請をし、保釈が通りました、松本さん、 B さん、 C さん3名とも、これ1人ですよ、1人100万バーツ保釈金300万円、これちょっと私もびっくりしましたね、まあ、外国人だっていうのもあるんだと思いますけども、ね、日本でも300万円っていうのはね、なかなかこう初犯で、ないと思うんですけども、しかも贈賄ですから、覚醒剤じゃないですからね、贈賄ですから、それで300万、しかも保釈、外国人保釈していいのって思うんですけども、まあ、日本でいう海空港手配、まあ、海とか空とかいろんな出国するところを全て手配されて、本人のこれパスポートはその時没収されてたんですか。その時パスポートはもう、はい、取られてるわけです、ね、いやまだ取られてないです。その時はじゃあ保釈の時は手元にあるわけですね。そうですね、ですけども、まあ、各空港等に手配されてるから出国することはできないわけですね。そうです、はい、でそこで、2017年、保釈されて約1年ちょっと裁判が行われました。求刑4年です、日本ではね、贈賄の最高刑というのは3年なんですけども、まあ、タイは5年だそうです、日本は収賄は5年ですね、贈賄は3年、タイは5年で求刑4年で、まあ、否認してたというのもあるんですけども、判決は4年、まあ、いわゆる握りですね、全くまからない。でその時同時にですね、この A さんもこの贈賄の共犯として当然逮捕されているわけなんですね。覚醒剤も逮捕されてますし、覚醒剤と拳銃でも逮捕されてるんですけども、この贈賄の、裁判も当然行われる。その時の贈賄の裁判は求刑4年は同じなんです。ですけども A さんはもう覚醒剤も拳銃も捕まってるし、
贈賄も認めていいなってことで贈賄認めたそうなんですね。認めて判決は2年。このこともですね、タイ側の弁護士さんに松本さんが聞いたところ、タイはだいたい求刑は少し重めだと、ですけども認めればだいたい半分になります、ね、半分になるんですよということを言われたそうです。ですから松本さんも求刑4年を、ね、認めれば2年になるから、まあ、どうですか的なことを言われたんですけども、松本さんはいやいやどうですかじゃないでしょうと、ね、やってもないのを認めるわけにいかないですということで否認ですから判決が4年になりました、ね、当然ですけども控訴します。で2審の控訴を控訴したわけですね。ただ当然ここで判決4年になったので1回保釈が取り消されて収監されるわけです。で収監されてすぐ保釈、2審の時に控訴して保釈申請をします。で日本なら、控訴審でも保釈申請をすればすぐ保釈認められるんですが、なぜかこの時はね、保釈が認められない、保釈却下、ね、求刑4年、判決4年の 判決で保釈却下になってですね、刑務所にまた戻っちゃったわけですね。このちょっと先ほど言い忘れたんですけど、タイの場合は本来拘置所というものが日本はあるんですが、タイは拘置所がないんですよね。ないですね、刑務所がもう拘置所側です、はい、ですから警察にいたのは何日間ですか。1日です。警察には1日、もう次の日にはもう刑務所に、刑務所、ね、はい、要は拘置所代わりになっている刑務所に入っているわけですよね、はいはい、で拘置所ですけど作業はあるんですか。基本的には外国人はないです。ないんですね、まあ、その話も後ほどよく聞きます、はい、こうなりました。そこでですね、また、この2審、今度上告、まあ、日本でいうと、まあ、地裁、高裁、最高裁だと思うんです。上告しました、したんですけども、1年経ってもですね、何の音沙汰もない、まあ、日本もそのぐらいかかるんですけども、でこれじゃあね、もうどうしようもないとっていう時に、まあ後で詳しく話すんですけども、ちょうどタイの王様のいろんな記念日等があってですね、タイはあのご存知の方も多いかと思うんですけども、御社が非常に多い国なんです。で実際に自分、その松本さんが入っている時にも既に御社も行われているんですね。松本さんはまだあの却下、あの保釈申請をしたりとか否認をして判決を認めてませんから、後半中ですから当然御社は関係ないわけですね。そうですね、ただ既に認めて入っている人は御社になっている人がいる。そうです、もらってます、いうようなこともいろいろ考慮して、これも最高裁になっても多分判決も変わらないだろうし、ね、御社も受けられなくなるよと、だったらということで、もう上告、最高裁上告してのを取り下げで判決で、もうここに来て認めたんですけども、裁判で認めてるんじゃなくて自分で勝手に取り下げたので4年は4年なんです。これが2年になるわけじゃないんですね。4年で取り下げたということです。そこでこのことが終わり、まあ、刑務所には都合2年4ヶ月いたんですけども、そこで出所が2021年1月26日、2週間の隔離を経て、日本に2021年2月10日に帰国したということです。まあ、刑務所、2つの刑務所に行っています。この先ほど話した A さん、暴力団の A さんはですね、この贈賄、自分を出してもらうためにお金を持ってきたことに対しては求刑4年、判決は2年なんですけども、この覚醒剤と、拳銃1丁、これは裁判別に行ったわけですね。別ですね、はい、に関してはこの、贈賄の時には A さんもいたんです。もう言いました、はい、じゃあまたこの覚醒剤と拳銃は別なんですね。そう、もう完全なる別 で、はい、でこの覚醒剤と拳銃についての判決は A さんはどうなってたんですか。ちょっと聞いた話だと多分無期懲役じゃないかという、はいはい、まあ、これ立ち会ったわけではないんですね。そうですね、ですけど、まあ、はい、無期懲役ではないかという話だったということですね、はいはい、ちょっとね、あのこの概要を説明するだけで長くなったんですけども、まあ、私の説明でね、分かりましたでしょうか。もし何か分からないことがあればですね、コメント欄でいただければと思います。次回はですね、この状況、ここに至る経緯、ね、あと詳しい一つ一つについて、松本さんから対談形式でお話を伺いたいと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば
そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。